今宵は山田ゲストをご紹介いたしましょう山口大学国際総合科学部教授でいらっしゃいます川崎雅さんですよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いいたしますさて川崎先生のご専門分野というのは何になるんでしょうかはい科学技術史とえ科学技術社会論を専門としております私も長いことこう番組もやらせていただいておりますが 初めてではないかと思います、はいはい、どうぞ後ほどゆっくりとご紹介をいただきたいと思います、はいはい、よろしくお願いいたしますさて川崎先生科学技術史科学技術社会論がご専門ということなんですが、はい、少しご説明をいただいてもよろしいでしょうか、はいはい、えっ、ー、とそもそも科学技術とは何かというと非常にややこしい問題になるんですけれど、はい、まああの 科学技術というよりはまあ科学史まあひ文字通りヒストリー・オブ・サイエンス。まああの今日の あのさせていただく話とも絡むんですけど、えー、あの割と違和感を持たれる分野なんですね特に学生さんの前で話をしていると、うん、あの非常に違和感を感じる学生さんが多いみたいで、えーえー、特にあの科学というと、まあ、非常に理系的な、うん、あのイメージが強くて、はい、一方歴史というと、うん、非常に文系的イメージが強くて、うんねうん、まあ 後通り例えば日本,日本していえば日本の歴史ですし世界していえば世界の歴史その対象の部分が科学になってるだけで、はい、まあ要するに科学がどういうふうに成立して発展してきてるかということなんですがまあ,ある意味非常に境界的なところで,、はい、で同時にあの科学技術というと我々の社会に非常に溢れてるわけですけれど、はい、逆にあの 多くの人たちはもうそこにあるものとしてそれこそ分かりやすい例で言うと、うん、学生さんたちスマホとか非常に使いかがしてるわけですねだけどそのスマホがどういうふうにできてるかというとあまり関心持ちませんしどこに至るまでのの話っていうのはですね、うん、でで実際出てきたは科学、えー、技術の成果を使ってということなんですけど、うん、それを使うこと普及することで、うん、あの我々の社会の在り方自体が変わると思うんですね。うんえー 例えば早い話我々の学生の頃スマホなんてありませんでしたから逆に言うと。 自分の家から一歩出たらもう直接連絡取れないわけですけどそれが前提ですから例えば駅行けば伝言板とかいっぱいありましたし待ち合わせしてる人間が来なければどこどこで待ってるとかそういうこと一生懸命書いてってたしまあそれがある意味当たり前だったわけですけど今の子たちは例えば待ち合わせするにしても大体何時どこら辺でもそれで終わるわけですね。いたそここここ行っらパッででで今にるるけどどお前終わ話 で知らない間に技術が普及することで社会が変わるし我々の考え方が変わるし、うん、行動パターンが変わるしということで全部が変わってくる、はい、そうしたことがどういう影響をもたらすのか、うん、で便利ですけど例えばあのそうしたスマホを使える人と使えない人、はい、そういう人の差とか非常にでかくなってきますし<ー>さらに話を広げていけば。うん 我々の,こうあの生活のっていうのはものすごく目に見えないところで大量のものを消費して<っ>あの成立してるわけで、うん、当然あのエネルギー問題であったり環境問題であったりと、はい、いろんなものが全部、えー、あの絡んでるわけです。はい、まあこれも科学技術が成長して、うん、まあ今日に普及してそうなったわけですしそうした歴史的プロセスを追っかけてくると<っ>まあ社会の中で、はい、まあ 多くの人はあんまり意識しませんけれど、はい、それが大きくなることによって非常な影響が生じている、うん、まあそうした問題にどう対応していったらいいのかと、うん、まあそういうことを。 まあざっくり言うとあの考えるのがまあ科学技術史だし科学技術社会論とまあ名前で言うと非常に堅苦しいしまあよそよそしくてなんだそれと思われるんですけれど <laughs>、ね、でも今お話を伺うととてもしっくりあの入ってきたと言いましょうかああなるほど確かにそういう科学技術にも歴史もあるしそれが社会にどういうふうにえ及んできたかっていうことはこれとても大切なことですしね。ただそれが先生今回なんですけど 山口大学の国際総合科学部で普通にですよあの皆さんの印象の中では、はいまあ、グローバルな人材を育てる、はい、そのためには英語力はとても大切だとか、はいはい、いろんなそういう印象を持っていらっしゃると思うんですが、はい、その中で、はい、先生の,このご専門である、はいえー、科学技術士だったりっていうのは、はいはい、どういうふうに この学部そうですねあの非常に何かなするとあの今言われた通り頭に国際ってついてるとみんなグローバルのところに非常に注目されるわけですし実際今あのまあ実はあの90年代にも一回国際なんたら学部っていうのはブームになったことあるんですけど、うん、やっぱり近年あの21世紀になって改めてグローバルとかグローバリゼーションということが話題になって、うん、あの全国の国の あの特にあの私立公立中心に国際なんとか学部というのがいっぱいできたんですけれど、えーはい、あのそれこそあの皆さんに馴染みが深い言葉を使うと実際私立とか公立でできている国際系学部っていうのは基本的に人文社会系の学部なんですね。ただあのさっきちょっとスマホとかの例を挙げましたけれど我々がこうあのなんていうか住んでる現代社会 これが何でグローバル化したかといえばまさにあれですねさっき言ったあのネットワークの普及、うんえー、でネットワークの普及によってあの地理的な距離があまり問題にならなくなってでもこう物とか情報とかお金、うん、そうしたものがあっという間に移動しちゃうかつてあった国境というものがあんまりこう意味をなさなくなる、うんうん、で実はグローバル化の背後自体に我々の社会が非常に科学技術が浸透して当たり前になったことが、えー 大きく存在してるわけです、はい、であのどうしてもあの大学ですと入試の時点で文系理系というふうに分けちゃうんでどうしても世の中文系理系2種類で考えてしまうんですけど、うんうん、実際はこれグローバル化の背景自体に科学技術の普及浸透が非常に関わってるわけでその結果もたらされてるのがグローバル化ということで。えーうん グローバル化一つ取って考えてみても、実は文系理系分けて考えること自体が間違ってると思うんですね。ええ、で、我々の学部は特にあの。うん、国際ばかり割と注目されんですけど、その下に総合科学というのがついておりまして。で,ね、で、あの、実際グローバルという現象一つ取ってみても、もう理系文系関係ないと思ってるんですね。うんうん でまあ、よく世の中一般に普及してる言い方と分離融合という言い方しますけれど実は分離融合という言い方自身あんま好きじゃなくて <laughs> なぜ好きじゃないかというと、はい、もうそもそも文系理系は別のものとして存在してるから融合という言い方を使うんで実際は最初から一体化しててるると思ってるんですね、えーえー、その意味で総合科学ということで,、はい、でサイエンティフィックなものの見方考え方っていうのはこれも分離問わず当然あの重要だと思ってますし。はいえー その意味でこう非常にこう現代社会は非常に複雑化してるし多様化してますけれど最初からこうまあ,ありとあらゆるものの間にやっぱどうしても壁ってのはできやすいんですけどそうした壁をなくしていきたいまあその意味で総合科学という意味合いの中にそれをこう非常にあの入れ込みました。 国際総合科学部という形にしておりまして、うん、ここら辺入試用の制度を考えても非常に重視しまして、うん、高校の時文系だった学生さんでも、うん、高校の時理系だった学生さんでも、うん、あの好きな方で受験できてどちらの学生さんも入ってこれるようにしてるんですね。でそれでもうちょっと幅広くいろんなことに向けて関心向けて、うん、そして特に具体的に実践的に 非常に次から次へとたくさんの問題が出てきてますから、うん、そういう問題に自分からチャレンジしていけるような人を育てたいと。そういう意を込めてあの、国際だけ注目せずに、下の総合科学も注目していただいて、<laughs> はい、あの国際総合科学部にこう注目していただけると、すごくありがたいな。な 割とあの国公立の国際系の学部でそういうコンセプトを明確に打ち出したのは我々が初めてだと、えー、あのこれは自負しておりますし、えー、我々の後それこそ千葉大学とかいくつか似たコンセプトの学部はできましたけれど。えーえーはい まあこうしたコンセプトでまあ初めて設立を認められたのが我々の山口大学の国際総合科学部で、うん、まあそのことは自分自身周割と誇りに思っております。素晴らしいことだと思います。さあこの続きはまた一曲お聞きいただいてからお話を伺うと思いますけれども、先生お持ちいただいた二曲のうちの一曲目、これあの生き物係のねラグビーワールドカップの。 オフィシャルソングなんですね。はい、そうです。これどうして先生これお持ちになったんです。いや、非常に迷ったんですけれど、あの。私はあの実は生で一番観戦したことあるスポーツラグビーでして。山口来てからあまり見る機会なくなっちゃったんですけど。それこそあの第一回のラグビーワールドカップ終わった後、チャンピオンだった。あのオールブラックスニュージーランド来た試合とか、そういうのも全部見てるんですね。実際にご覧になったんですね。で、あの第一回の時はオフィシャルソング。 確かなかったはずだと思うんですけど、うん、これラグビー好きな人の間でもあんまり知られてないんですが 2>、うん、第2回のイングランド大会以降は、はい、毎回同じテーマソングなんです、はい、ワールド・イン・ユニオンと、うん、でその開催国の歌手がワールド・イン・ユニオンを歌うという伝統になってまして2019年今年の9月に開催されますが、うん、決まった時から日本だと誰が歌うのかなと思ってたんですね。うん で、うん、あの実際決まったら生き物係がかりの吉岡さんでそれまで生き物係がかりのボーカルという認識しかなかったんですけどシングルでソロで歌われてるのを聞いて、ええ、あこれまでの大会の各国歌手にあの勝るとも劣らないなと思いまして是非あ,、ええ、<laughs> あの,ぜひあの 多分こうラグビー好きでもあんまりご存じない方もいらっしゃるかと思うんででそうですですきればあの盛り上がると嬉しいなと思ってるんでいや<生>あの不安でドキドキしてて。えー いやあの世界三大あのスポーツイベントの一つのはずなんですけど、えーうん、サッカーワールドカップオリンピックと並んで,、うん、でこれ日本大会だけラグビーワールドカップで観客少なかったら嫌だなと思ってるんで、うん、ぜひ盛り上がることをあ期待してそ,その思いを込めて <laughs>、はい、では先生タイトルコールをラグビーワールドカップオフィシャルソング「えワールド・イン・ユニオン」ですよろししくお願いします。 いやでもあの今ね山口大学の国際総合科学部も卒業生がまずまあ出て、はいはい、初めての、はい、そしてもうまた今年も今4年生が就職活動ももう半ば終わりかけてらっしゃるんじゃないかと思うんですけれどもそうですねあの終盤戦に入ってきつつありますね,すねあとだから公務員系を志望してる子たちがこれからという感じですいかかががですかやはり先生方がこう 希望された、そんなこう、なんていうんでしょうかね。いわゆる、その両、両方を、持ち合わせた。はいはい、そういう学生というのは、しっかりと育って。いらしたでしょうか。そうですね、あの、割とみんな頑張ってくれてると思います。うんうん、で、あの、正直、あの。去年の一期生の皆さんは、うん、やっぱり、あの。 どの学部もそうだと思うんですけど、えー、大体学生の行動パターンっていうのは先輩の姿を見てあの大体こうやるんだっていうのを学ぶわけですけど、うん、一期生っていうのはどうしてもパイオニアなんで、うん、あのどこに行っていいのか多分学生分からないし、うんえー、我々もどこに学生たち行くのかよく分からなかったんですけどやっぱりあの積極的に自分で活動して道を切り開いていってくれてますし。はいうんうん まあ、あの決して他学部に負けない就職実績を残してくれてるんで<っ>あのその意味では本当に頑張ってよくやってくれてるなと思ってます。うんうん、でチャレンジャー精神というか、うんまあ、そういうのは割と、うん、あの強い学生が育ってきてくれてて<っ>その点はとても嬉しく思ってます。先、はい、先ほど先生もおっっしゃったように まあ、いわゆる高校で文系理系に分かれていて、はい、どちらの選択でも大丈夫だよと入ってくればどうしよう、はい、はいとおっしあのでも正直ちょっと不安なのは、はい、自分は文系ででずっと学んできて入りました、はいはい、そうするとあれ生物とか授業があるんですよね、はい、生物とかあの <laughs> この前この番組出演された杉井先生とかやられてましたあの生物だけじゃなくてそれこそ物理系の物質環境エネルギーとかそうした話もやっております。まああのこれはあの学生いじめようとは全く思ってるわけなくてただやっぱりあの現代社会考えていく時にまあそれこそあの今中学校高校でもやりますけど例えばエネルギー問題とか環境問題についてやっぱ必要最低限の知識と理解がなければいけないだろうと思っていて。 もちろんこれは今後新しいあの社会生きていく学生にとって不可欠の教養だと思っておりますのでその意味では必須と科目として組み込んでおります。うんうん、それはあの迷う学生さんっていらっしゃらないですかえっとまああの実は教務委員長やってるんで学生さんから何でやるんだというクレームは結構しょ受けてはいるんですけれど。<laughs> <laughs> ただあ、うん、まあ,あの今こうお話しした通り例えばエネルギーなり環境なりってのを考える上で、うん、やっぱりそうした知識とかそういうものがないと。 まあなんていうのか机上の空論というか理想論だけになっちゃうので例えば環境問題もこうまあなんていうのか自分の身の回りで気をつけましょうみたいな話だけだとやっぱどうしても解決しないわけですね。である以上やっぱりこう直接積極的に取り組むためにはやっぱりやらなきゃいけないんだというであの逆にあの物理とかやっぱあの今あの高校で選択科目が非常にバラバラですから。 こうこの時こうやっぱほとんどやってない子っていうのもいるんでそういう子に向けてはむしろ補修的な事業は実施しておりますのでちゃんとフォローされてるわけですね。はいはい、今でも文系の話ばっかりしましたけど例えば理系専門にこう入っていらっしゃって、はい、そうなるとこう歴史はやってないとか、はい、今度は文系的なこと何もやってない文学的な<ー>まあやってないってなってそ,で、ね、それもやはり少し迷いも、ね、それも問題だと思ってますのででやっぱりグローバル ということを考えると、やっぱり一番基礎の基礎は歴史と地理だと思うんですね。はいうん、なるほど。で、やっぱそこら辺が怪しいと。えー、まあ、そもそも考えるの基本ができない。で、あの。一応、あれですね、あの、自分自身さ最初に申し上げましたけど、ヒストリーオブサイエンスで、まあ、歴史と科学なんで。えーえー、<laughs> 今年の一年生から歴史学の授業も担当しておりまして、うん、やっております。はいはい なるほどですね、はい、まあでもお話を伺えばどちらも兼ね備えているからこそ、はいはい、なんかもう一つの形ができるんだと思うので、はい、まあそれにあれですよね先生、はい、入試受けていらっしゃるわけですから、はい、先生方もちゃんとどちらにも対応できるということを前提にやはり合格されて、はい,います。一応だからあのー まあ今度また大学入制度変わりますけど現状のセンター試験でいうと一応うちの学部来る子は一応ご教科全部受けて入っていただくことになってるんで。 まあ文系の子でも理科は必ず最低一つは受けてもらうしあ、ねあはい、逆にあの理系の子でもあの社会は必ず最低一つは選択してもらうという形にはなってます。じゃあ,まあ学生たちも最初は戸惑うかもしれませんけれども4年間の学習の中でどんどんその部分でも成長していくっていうことなんでしょうかね。そ、はいはい、それこそ授業が、はい 8割7割8割が英語というふうなことを伺っておりましたけれども。えっと高年時は割と、ええ、あの英語でやる授業をできるだけ多めにしようと思っております、ええ、ただあのうちの学部はあの2年の半ば後半から3年の前半が1年 1> 原則全員留学行きますけれど。 逆にカリキュラムの前半の座学は日本語の科目が多いです、うんはい、むしろその間にいろんな英語力身につけて海外で、うん、まあ特に基本的に留学先は英語で授業を受けられるところというところを選んでおりますので、まあ、実際海外で英語の授業を受けてきてるんだからまあ日本語戻った後とも受けられるだろうという実際なんかは学,学生によっていろいろ語学力さまざまですからうまく対応できるようにいろいろ工夫しながらやってるような心配 <laughs> 普段普通ですと留学をすればもう一度学年をやり直すということですが大学、語口大学はそうではなくて、はい、そのまま単位が<の>出てとていううこでですよね、はい、そうですねねそ一応、うちの売りの一つが1年留学するけど4年で卒業ということでただまあ正直、多学部に比べると忙しいです。うんうんうん、でしょうね。 であの特にあのカリキュラム前半1年生入学から最初の1年半は多学部の、まあ、1.5倍は大げさですけど。うんうん 少なくとも1.23倍の密度で学んでいただかないといけませんしまあですね、はい、まあでもそこをしっかり学んで今年もいよいよ4年生が本当に就活ど真ん中ですけれどもね、はい、そういうさっき先生がおっしゃった今度は先輩を見ながらという、まあ、今の4年生、はい、そしてこの残り3年生2年生 1>,、はい、2> 1年生と、はい、皆さんその4年生の姿を見てまた大きく成長されていくんでしょう。はいはい、え次年度に に向けて先生もし希望されている高校生などいらっしゃいましたら一言「どうぞ山口大学へ」ということで、えっと、自分に枠を作らず何にでも挑戦してくれる学生さんに入学してきてほしいなと思っております。<laughs> <laughs> えー、自分はなんとかだからという決めつけをあのできるだけしないで、うん、特に人間化けるもんだと<ー>それを信じて入ってきてほしいなと強く思うような次第ですなるほどありがとうございますじゃあもう一曲ねご紹介いただきたいと思います先生これは宇多田光さんですかはい、はい、宇多田光とあともう一人ですね<え>あの椎名林吾さんのあのデュエットですあの私はあの平成二代歌姫だと思ってますので <laughs> お好きらいらっしゃるんですね、はい、お二人が二、はい、人とも大好きですあそうなんですかそれではタイトルコールをいただ いただいてお別れだ、はい、ということでしょうか、はい、ありがとうございましたではタイトルコールどうぞはい宇多田ヒカルとシーナリンゴで2時間だけのバカンスお願いします